エレクトリック・イール・ショックは1994年に結成された日本のスリーピース・ロック・バンド。活動の拠点をニューヨークとロンドンに置き、2002から2007年頃の記録。現在は日本拠点、年間200本以上のライブを世界中で行っている。海外においては、セパルトゥラ、ハノイ・ロックス、ツイステッド・シスター、ブラッド・ハウンド・ギャング等。 メジャーアクトのオープニングも務めており、日本よりも海外での知名度が高いという珍しいバンドである。学生時代からいくつかのバンドで一緒に活動していた秋と和ずとは地元大阪から上京し、ポップロックバンドのメンバーとしてメジャーデビューを果たす。が、ほどなくしてバンドは方向性を見失ってしまい活動休止状態に追い込まれてしまう。バンドを失ってしまった二人は、 秋はプロのバスフィッシャーマン、カズトはファンクバンドのセッションベーシストとしてそれぞれ活動を続けた。そのバンド活動の中で知り合ったドラマーのジャイアンを秋に紹介し、エレクトリック・イール・ショックが結成される。1998年に最初のアルバム、メイビー・アイシンク・ウィー・キャン・ビート・にルバーナをリリース。活動を本格化させツアーを開始。そのライブを 東芝製のテレコで録音し、CD 化したライブアルバム、ライブパンクチャードを1998年にリリースしたとされているが、これに関し、東芝製だったかどうか、今となっては定かではない。全く、それどこ、情報用、あ、どこかの音戦士じゃあ、そうかもね、とメンバーが語っている、当初説あり、定かではない。1999年に、 初のニューヨークツアーを観光。ニューヨークの老舗ライブハウス、CBGB を含む、数カ所でライブを行った。2000年には、ドサンシアナルのサムイチと立ち上げた、レーベルマイクロミュージックリリース第1弾、オムニバス、SAM1 に参加。同年に東京とニューヨークでレコーディングを行った、セカンドアルバム、スレイヤーズベイブルーズをリリース。2度目のニューヨークツアーを行う。 このツアーを収録したドキュメンタリービデオスレイヤーエスベイブルーストゥール東京ニューヨークも同じ年にリリースされている。同ツアーは大きな反響を呼び、結果的に20カ所にも及ぶ長丁場のツアーとなった。このツアーの反響がバンドの拠点をアメリカに移す決意をさせたようである。また、ショーケースギグや CMJ ミュージックマラソンに 参加するなどアメリカにおいて幅広い活動を行った。2001年にはアメリカで知り合ったバンドザ・ゲット・ゴーとのスプリットアルバム e ージースプリットをリリースともにアメリカと日本をツアーを行った。この年のリリースはこの1枚だけだがジッタリン人のサポートや単独でアメリカをツアーしている。2002年に初めて SXSW に出演。テキサスと西海岸をツアー。 同年8月に5曲入り EP、エレクトリック・イール・ショック・号アメリカ、リリース。10月からは半年に及ぶ長期の全米ツアーを観光。カナダ5カ所を含む40カ所を回る。2003年に初の UK ツアーを行い、グリーンスプーンの前座として2000人の前でプレイ。その後、2度目となる全米ツアーを行う。 この際にメジャーレーベル向けのショーケースギグを行い、MTV の取材を受ける。同番組は、全米、ヨーロッパ等で数回、放送されている。その後、再び UK に戻り26カ所の全英ツアー。6月には、メタリカ、ブラー、ビョーク、アイアンメイデン、コールドプレイラーが出演した、ヨーロッパ最大のフェスティバル、ラスキラーフェスティバルに出演。エレクトリック・イール・ショックは、 サードステージのヘッドライナーを務める。彼らのパフォーマンスは同フェスティバルクシュの反響を受け、これ以降ヨーロッパでの知名度が飛躍的に高まった。この後も7から8月にヨーロッパツアー、9月に全米ツアー、11月にまたヨーロッパツアーとライブが続き、この年は200本を超えるライブを行った。2004年に彼らの集大成的なサードアルバム、 エレクトリック・イール・ショック号ヨーロッパをドイツのレーベルビッツ・イコアからヨーロッパでリリース。このアルバムは本来2003年にイギリスのレーベルからリリースの予定であったが、プロモーション体制等でレーベルとバンドが衝突し中に浮いている状態であった。そこにオファーが舞い込み、イギリスより先にヨーロッパでリリースする運びとなった。この年はヨーロッパツアーが十月まで続き、 そのツアー中、偶然 EES のライブを見た、オランダ人のプロデューサーアッチェ・バウッドが次のアルバムのプロデュースを自ら申し出、11月から Go ヨーロッパに続くアルバムのレコーディングを開始。12月には帰国し、少年ナイフのサポートとして、久しぶりに国内ツアーを行った。2005年に4枚目のアルバム BE と ME をヨーロッパ、アメリカでリリース。 これまでのアルバムは日本語と英語が半々であったが、このアルバムはタイトルチューンの B と ME 以外はすべて A 詞になった。2006年には日本でも同アルバムがロードランナージャパンからリリースされた。2007年ついに彼らの5枚目のアルバムとなるトランスワールドウルトラロックが発売される。日本版のみのボーナストラックには伝説の日本メタルバンド44マグナムの 爆裂カバーとイールショックの代表的な一曲バスタードの強烈インダストリアルゲイリミックスが収録されている。2008年にはビートクルセイダーズ監修の AC ・ DC トリビュートアルバムサンダー・トラックスで名曲バック・イン・ブラックをカバー。それと同時期に映画デトロイト・メタルシティ公開記念アルバムデトロイト・メタルシティトリビュートアルバムイケニエ・生贄メタルミックスに参加。 アメリカオーダーウルトラメタルを提供するなど、日本のシーンでも注目度急上昇中。2009年6スアルバム、すごいインディードリリース。オランダの音楽サイトセル、A バンドを投資世界中のファンが直接出資、制作された。アメリカや西ヨーロッパは、もちろんのこと、東欧、南米、インド、バチカン四国をはじめとする約35カ国のファンが参加した。 まさにエレクトリック・イール・ショックの世界における熱い人気を証明するユーザーオリエンテッドな作品である。すごい、インディードと名付けられた自主企画を開始。下北沢シェルターにてバンド結成15年目にして初のワンマンライブを行う。2010年5月世界10カ国でのライブをレコーディングしたライブアルバムライブアラウンドザアルドボリューム1をリリースで行われた。 ツルロック2012参戦、メインステージのオープニングを飾る。2012年、7年ぶりに SXSW2012 に出演。秋には全米ツアーを観光。40カ所以上回り、オースチン最大のフェス、ファンファンファンフェスティバルにも出演。2014年ベーシスト、前川和人が主催するサイト、ファンボにて、クラウドファンディングされ制作されたカバー ベストアルバム、EES Covers, スト v e s、e、リリー EES 4年振りのヨーロッパツアーを成功させる。Maybe, I h i n k We Can Beat n i r v a n a スレイヤーズベイブルーズ Go ヨーロッパ、BEATME トランスワールドウルトラロック、すごいインディードスレイヤーズベイブルーズツアービデオ、ラスキラー DVD ライブパンクチャート、ライブアルバムシットアソシエーテッドミュージックボリューム1、オムニバス EG ーースプリット。 EES, ザ・ゲット・ゴータ・ゲット・ゴートのスプリット CD ストレンジサーカスボリューム3ドゥーザメタルク版シングルありがとうございます